はテレビの確認をさせていただきます。代表テレビ東京の松本です。よろしくお願いします。また優勝おめでとうございます。率直に今のお気持ちいかがですか？今回タックルで取って金メダルを取るっていうふうに自分の中で課題を持っていたんですけど、決勝戦最後タックルになかなか入ることができなかったので、もう気持ちを切り替えて、もうディフェンスでもいいからしっかりポイントを取って金メダルを取ろうっていうふうに思って、最後強い気持ちで戦いました。決勝の相手は世界選手権金メダリストの奥野選手でしたが、その点に関してはいかがでしたか？どうか。本当に組み手も上手で、タックルも上手な選手なので、同じ練習場でやってるんですけど、本当にこう接戦になるっていうふうには自分の中で覚悟していたので、その中でもしっかり勝つことができたのが良かったなっていうふうに思います。接戦になる中で、奥野選手よりも どこが自分の方が勝っていたと思いますか？最後は技術というよりも気持ちが強い人が勝つっていうふうに、今回大会全大会を通して全試合を通していろんな選手の試合を見て思ったので、その強い気持ちで最後まで戦いきれたのところが印象につながったのかなというふうに思います。これで昨年の天皇杯優勝に続いて今日の明治杯優勝ということで、世界選手権が見えてきたと思うんですけれども、今後に向けての意気込みを最後にお願いいたします。世界選手権まで大きな怪我をしないように注意して、世界選手権では金メダルが取れるように、で金メダルを取って東京オリンピックにつなげれるように、また今回出た反省点や良かった点を伸ばして世界選手権に臨みたいなというふうに思います。ありがとうございます。代表以上になります。観客さんいかがでしょうか？すいません、日本テレビですけども、これまでこの53キロ級吉田沙保里選手を君臨してきましたけれども、その階級で東京に近づけたというのは何か特別な思いというのはありますか？そうですね、でも今回の決勝戦みたいな試合だとやっぱり自分の納得のいくレスリングではなかったので、タックルで取って、金メダルを取れる選手を目指してまた帰って練習に励みたいと思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか？なければテレビの